友釣り、友釣りとは、鮎を釣るための技法の一つで、鮎の縄張り行動を利用したものである。友釣りと呼ばれる長方は、釣ろうとしているの鮎の縄張り内に、釣り人が用意したおとりの鮎にかけ針をつけて、侵入させる。それに対して、の鮎は追い払おうとして体当たりしたところを引っ掛け、長方である。ただし、鮎以外を狙った、類似の漁法もある、口実。友釣りを、 鮎掛けと呼ぶこともある。友釣りをする者が多く集まる川やポイントを、鮎釣り銀座とも呼ぶ。こういったところでは漁協などが主催した超過を競う、友釣り大会も行われる。おとりは、おとりと書く。おとり鮎には、釣り糸と繋がった花缶を花に通し、その糸の先にかけ針をつける。の鮎は縄張り、餌場に侵入した、鮎、その他を含むを追い出すために、腹、 肛門あたりに突撃、体あたりして侵入者を追い出す。突撃後に反転する際、尻ひれあたりに設定されたかかり針に、のあゆがかかる。日本古来、独特の重宝である。友釣りは、おとり店、おとり、主あゆ、親あゆとも言うから、おとり用のあゆを購入することから始まる。ただし、ルアを使用するものもおり、この場合は購入する必要はないが、 ルアーであってもリリース、釣った魚を逃がすことであっても、入魚賞、釣り券ともを購入する必要がある。日本では、若鮎が縄張りを作る5月下旬頃から、産卵直前に縄張りを解く11月頃までの期間で釣り上げることが可能だが、一般に、漁期は6月以降で、7から8月が最盛期になる。9から10月頃には、メス鮎が、 川口付近で産卵するため川を下る。これを落ちアユと呼ぶ。この落ちアユは小持ちである。おとりと釣り糸をつなげるために花缶、花缶と呼ばれる小さな円形の器具をアユの花につける。さらに、ノアユを引っ掛けるかかり針、かけ針とおとりの尾部に刺す逆針、逆針、かかり針を安定さるために尻ひれ付近に刺す固定用の針が結ばれた仕掛けを 戦術の花缶に結んで使用する。かかり針は、鮎の尾びれの一点を CMM 程度後に来るように調整する。これは、この鮎が、おとりの尾びれ、体の弱いところ付近を狙って体当たりしてくるためで、ある。一般的にかかり針、逆針ともにすれ針と呼ばれる返しのないのものが、好まれる。なお、蒸気は、現在一般的な仕掛けについての説明であり、様々な工夫を経て、 現在の仕掛けに至っている。野鮎がどこに縄張りを作っているか、鮎の修正を考えて推測することが超過を上げる。ポイントであり、友釣りの醍醐味でもある。鮎は石についた藻類を主食とし、これを削ぐように食べるため石に、歯み跡と呼ばれる跡を残す。これが、鮎の代償や高を知る目安となる。また、時間帯、水量。 天候等によっても鮎の好む場所が変化するため、これを察するのも技術である。鮎の修正だけでなく先行した釣り人のポイントを見定めることも技術となる。これは釣り人がいた場所は当然鮎が減るため、鮎の量が均一化するまで時間がかかるからである。超過を上げるにはおとりを弱らせないことが重要で、素早く鼻管を通すこと、強くおとりを握らず。 恐怖のところに力を入れないにつかむようにする。また、釣れなくて、おとりが弱ってきたら、元気の良いおとりと交換するのもポイントである。大別すると、竿の操作でおとりを縄張りへ持っていく。引き釣りと、おとりを自然に泳がせて釣る、泳がせ釣りがある。古くは 1kg を超えるような竹竿を使用していたが、グラスファイバー製の竿を経て、現在では、 トモズリ専用の軽量化したカーボンファイバー製が主流で、長さ8.0から10.0メートル前後、重さは300グラム未満のものが好まれる。近年はさらに軽量化と感度の良いチタン製の穂先も利用される。トモズリ用の竿は長さと軽さ、感度が求められるため、製造には高度な技術、素材が求められ、その度合いに比例して効果になり、 9.0メートルの竿で5万円クラスから250グラム以下になると20万円。前後、さらに高価なものは30から40万円となる。竿先につなげる天井糸、手ぐす、空中糸、道糸ともは通常フロロカーボン、ペ、ナイロン製が使われる。それにつながる水中糸は水切り抵抗を減らすために天井糸よりも細いものを使用するのが一的で、フロロカーボン、 金属、複合糸なども使用される。金属製、タングステン等は、グラムあたりで金より、高価なものもある。釣り上げた鮎を捕獲する道具である。友釣りの場合は、合計40センチメートル程度の広口のものが、好まれる。また、川中に入って使用することが多いために、携帯性も、重視される。おとりの鮎を息の良いまま運ぶための道具。 エアポンプ機能があるものが好まれ、移動の際には空気を送り、おとりの健康を保つ。缶と名が付くが、現在では、合成樹脂性が広く普及している。古くは木製である。川中で、おとりの鮎やずった鮎を入れておくための道具。新鮮な川の水が入る構造になっている。水流の抵抗を減らすために、船の形状に近い形をしている。これもおとり缶と同様。 古くは木製である。友釣りでは、鮎の集まるポイントを求めて、川中に入る場合が多いため、石で滑りにくい鮎旅と呼ばれる靴を着用する。1990年代になって、川によっては縄張りを作らず、群れたり、縄張りを持っても追わない鮎が増え、問題視されている。原因は放流される、美和湖山の血アユや、人工孵化、養殖されたアユ。 川の環境の変化による成長不良とも言われるが、よくわかっていないとも言われる。と、あゆつり氏は言う。放流初期の4から5月の低水温時期に、冷水病により死滅したり、大きくならない場合もある。利根川水系においては、上流部のダムの放水により6から7月の水温低下も見られ、冷水病が長期間にわたり発生している。一部の漁協では、 あゆの代替魚種として、山メを放流しているところもある。多くの先人たちが調べたが、未だに特定できていない。静岡県の狩野川説や、京都説など各地に資料が残っている。多くの文献で紹介される説である。伊豆国の大官として世襲してきた江川家に伝わる、資料群、江川文庫に、狩野川で、あゆの友釣りが、盛んになったことを伝える。 来所一例のことと題した1832年、天保三年の文書が残っている。これには、領領を受け負っているが、友釣りが流行って収入が上がらなくなり、領領に伴う税金も納められなくなるため、友釣りを禁止してほしいと、地元の村々の役人が、二ラ山大館所に訴える内容である。また、友釣りについて、新規の領事として、天の関所、現意の国市、 で、二年ほど前に始まったとも記述されている。この資料以外にも、狩野川における友釣りの始まりが、天の関所だったと複数の記録に残っている。他にも、伊豆市の大平にあった、滝源寺の虚無像で、尺八の名手であった乗山指定が発案したという、話も残る。この狩野川では現在でも友釣りが盛んであり、狩野川を制すれば、全国を制すという言葉もある。 トモズリは、アユ釣りのために発展したものであるが、魚の縄張り行動を利用するものであるため、そのような行動をとるものに対しては、応用が可能である。ボーズハゼは、アユと同じく岩の表面の藻類を主食にし、アユとは競争関係にあるため、アユのトモズ時に釣れてしまうことがある。また、竿を使うわけではないが、アナジャコを取るために、別のアナジャコを巣穴に入れて、 主を誘い出すのも友釣りの特徴に似ている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。